になったね。上達しました。楽しい。これセグウェイって言うんですけどね、こういうの試乗もできるということですよ。そうだね、これ。さあ、アッピ工芸で行われております東北カーホビーショー2012、今日はお邪魔しています。はい、先ほどもですね、明日ジムニー祭りの決勝が行われるコースのところからお送りしてまいりましたけれども、続いては下に降りてまいりまして、こちらの方でもたくさんのイベントが開催されているということなんですよ、はい、ちょっと回転してみるね、うん、ぐるーんできるのわー、あれ止まったよ、あれ何ですか、あれはモンスターカーショーという、何何、あ、クラッシュカーショーだ、クラッシュカーショーだって、はい、何これ、あのアメリカのモンスターカー、まあ、アメリカで結構やってるんですけど、ほう、あれをね、踏んづけちゃいます、は、え、でかいタイヤでしょ、あれ見て、これ、なになに、え、なになに、見える、うわ、うわ、すごいでしょ、あ、引かれる引かれる引かれる、待って待って待って、危ない危ない、でかいでしょ、すごいタイヤだね、このタイヤ見てください、ドライバー、わー、ドライバーさんのこのにこやかな笑顔、なんか爽快感があるけど、すごい迫力、今日ね、まずは仙台から来てもらいました、あららららら、いいんですか、こんなことしちゃって、まあ、彼もドエスですね、ねえ、本当にドエス祭りだね、さやかちゃんにぴったりのイベントだよ、ぜひ来てね、そうだね、楽しそう、うん、ねえ、そしてですね、こちらにはドリフトコースもあるんですよ、はい、早速すごいね、いやすごい迫力ですけれども、これはね、へー、何もすごいこと、やばい、すごいこと、タイヤが大丈夫ですか、さあ行きますか、あれ、すごい綺麗に綺麗にやるもんな、すごい迫力ですけれども、ね、さあ今ね、運転してくださったドライバーさんたちに、お姉ちゃんたちが、あ、お迎えが、あら素敵、行きましたね、いいね、こういうね、ギャルのギャルの皆さんも、ね、来ますからね、いや、かっこよかったけれどもね、もうね、これ本当にファンが多くて、今もですね、この中継のために走っていただいてるんですけれども、はい、お客さんがもうたくさん ね、すごいですね、いるんですよ、ね、さあ、それではこちらの方にお願いします、ドリフトキング、お、オリベさん、そしてドリフトドライバー、オリベさん、オリベさん、ごめんなさい、オリベさん、そしてドリフトドライバー、上野さんと堀野さんです、僕らのカークラッシュはいかがでしたか、かっこよかった、すごい大迫力、カークラッシュ、ドリフトです、車の上こう乗り越えちゃった、それ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 、すいません、はい、私もお名前間違えちゃいましたけどもね、はいはい、すいませんでした、本当にかっこいいですけれども、はい、そうですか、そうでもないと思うけど、いや、でもイケメンですよね、かっこいい、こちらドリフト、はい、こちらのね、見どころを教えてください、うん、そうですね、オリベとしては、オリベ、オリド、オリド、ごめんなさい、ここになりすいませんでした、気にしてるみんなドレス、怖い怖い、今日は大会と違って、今日はこう来てくれてるお客さんをこういかにね、こう楽しんでもらえるかっていうことなんで、はい、派手に楽しめるしたいなと、今こう見せていただいたのもだいぶ迫力ありましたけど、まあ、今のあのテレビ用に、まあ、3割4割ぐらい、今ので3割4割そうですね、はい、だそうですよ、ぜひ皆さん、しかもね、テレビで見るより、はい、こう近くで見た方がすごいです、そうですね、すごいとも言わずね、ちょっと、はい、避けちゃうぐらい、なかなか見れないですからね、迫力ありますからね、今日と明日こちらね開催されますので、はいはい、ぜひ見に来ていただきたいと思います、はい、ぜひオリベをオリベです本当にごめんなさい、心どころでマックスオリベですさあ、それではですね、このイベントをおさらいしてみたいと思います、こちらです、東北カーホビーショー2010は今日と明日の2日間安比高原で行われています、先ほど見せていただきましたカークラッシュやドリフトレースのほか、オフロード試乗会や車両展示販売なども行われています、入場チケットはこちら1000円になっておりますよ、この機会をね、ぜひ見逃しないように皆さん足を運んでみてください、いや本当に、いや私も結構ド S の方には自信があったんですけれども、皆さんに比べたらね、まだまだでしたね、まだまだ、この祭りでまたさらに鍛えたいと思いますけれども、はい、ぜひね、今日ちょっと寒いので、ぜひ皆さん厚着をして楽しみ
んでいただきたいと思います。安比高原にね、皆さんどうぞお越しください。